ちょっと待って。今日の会場さ、売店あるやん。売店。よっしゃ。ちょっとさ、ちょっとセーム欲しかったんな。ちょっと見に行こうぜ。え見て。セーム割りやすいで。第五位。第5位は、売店で水着とか売ってるんですね。これはテンション上がりますね。たまにね、あるんですよ。全国大会とかは、基本的にあることが多いんですけど、あの、売店がね、ちっちゃい売店がちょいちょいあって、 そこで水着とかゴーグルとか売ってるんですけどそこで売ってるやつがねまた安いんですよなんか特価で結構高速水着とかも普段の定価よりも安く売ってましてそこでねちょっと試合リブのレースが終わってからとかちょっとね見に行ってなんかちょっと買っちゃったりするんですよねもうレースがどうとか泳ぎやすいとか関係なくもう売店がそこにあれば基本的にテンションは上がります 本当にね、なんか全国大会とかになってくると、本当に、ちっちゃい売店が何個も、いろんなショップがバーってやったりしてね、あれはマジでいいんですよね。テンションがクソ上がります。ちょっとプログラム見して、プログラム、プログラム。うわぁ、最悪俺今日半振り1連やんか。1連泳ぎにくいねんて。1連ややわ。ちょっと待って。今日の会場さ、 端っこのコース開けてあるやん。よっしゃー。一レーンでも泳ぎやすいぞ。第4位。第4位は、端のコースを開けてある。ですね。これは、あのー、自分がね、1コースとか、8コースとかでレースを泳ぐときに、端っこがね、ちゃんと開けてあると、マジで泳ぎやすいです。これはテンション上がりますよ。端のコースね、ちゃんとコースロープがあったとしても、やっぱね、端のコースやと、 波がね、すごい来るんですよ。これはマジで、やったことある人はわかるはず。本当一番端のコースで、横に壁があると、波がマジ全然違うんですよ。練習とかでも、端のコースで練習すると、マジタイム出えへん。でもね、ちゃんと端のコースを開けてるあると、もう、隣が壁じゃないんでね。隣が壁じゃないと、マジで波が全然来ないんで、泳ぎやすいんですよ。これほんと大事。 たまにね、マジで、ここ、横の、橋を、一個も開けずに、しかもコースロープもなしの、マジで壁があるのみの状態で、レースするとかあるんですけど、そこはマジで泳ぎにくいですね。だから、本当にレースする会場は、ちゃんと橋のコースを開ける。で、もうそれが無理でも、せめてコースロープは、張ってくれって、僕は思います。 ちょっともうレース前やからアップ行ってくるわ。うわここのプールさ、サブプールついてるやん。めっちゃアップしやすいやん。最高。第3位。第3位は、サブプールがちゃんとあるですね。これはマジ大事ですよ。マジで。サブプールがあるっちゃあるけど、なんかバリ、しょぼい浅いプールとか、あるけど、なんか、あのー、10コースぐらい試合するコースがあって、 その横に2コースぐらいちょろっと、2コースぐらいちょっとだけ、あの、アップするところがあるみたいなとこは多いんですよ。そこはね、もうなんか言っちゃいいんですけど、やっぱね、その2コースしかアップするプールがないから、混むんですよ。めちゃくちゃ混む。半振りとか2個目とかの前はマジ地獄ぐらい混むから、本当にサブプールがちゃんと全面、サブプールっていうプールが、 大きくあるのが一番いいですね。ちゃんとね、メインプールがあって、サブプールがある。これがやっぱり一番いいですよ。で、まあ、一番いいのが、メインプールも調水で、サブプールも調水って時がたまにあるんですよ。ま、タツミっすね。そういうのはマジでいいですね。まあまあサブプールが25でもちゃんとあるのが一番嬉しいんですけどね。サブプール大事です。ちょっと待って。 俺今日さ、半振り、絶対ベスト出る。絶対出るわベスト。だってさ、ここの飛び込み台、羽ついてるやん。羽ついてるとこでやるの久しぶりやからさ、絶対出るわ。第2位、第2位は、飛び込み台に羽がついてる、ですね。これはね、あのー、昔はマジで、僕が現役の時は、アルプールの方が珍しかったぐらいですね。 結構、大きい会場でも、ちゃんとしたプールでも、飛び込み台にバックプレートついてませんみたいな。羽ついてませんってところ結構あったんで、なんか全国大会とかそういう大会でしか、羽ついてないみたいなところ多かったんで、僕が現役の時、10年前弱ぐらい前の時は、本当に羽がついてるだけで、おっしゃ、今日当たりみたいな。テンション上がるみたいなプールでしたね。最近はどうなんですかね最近はもう羽がついてるのが当たり前ですかバックの、 あの、バックのスタートの時の、あの、バックストレージのプレートあれもね、僕が現役の時はね、もう本当についてるところなかったね。ついてるところ本当に、見たことあんまなかったです。あのプレートがついてるところ。あのプレートも非常に大発明やし、やっぱあのバックのプレート、そして、あの、飛び込みの羽根、あれがあるだけでね、タイム上がるんで、あれがあるとテンション上がりますよね。 いや、今日暑い。やばいわ。今日めっちゃ暑いな。今日めっちゃ暑い。待って。ここの会場。クーラーついてるやん。最高。番外編。番外編は、クーラーがついている。ですね。これは大事ですよ。夏場。夏場のプールで、クーラーがついてないプールあるんですよ。地獄。マジで。高衣室地獄。で、着替えん時とか超地獄。高速水着履く時ってね、めっちゃ疲れるし、暑いからね。 汗ダクダクで水着吐きようもんならその汗でもう全然滑らんくなって綺麗んとか多いからクーラーがあるだけで全然違います試合会場に夏場の本当試合会場はクーラーがないとダメですあの具体的に言うとあの神戸のポーアイアッコついてないんでクーラーアッコマジしんどかったね見て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 電光掲示板に映像映ってる うわ、めっちゃかっこいい。最高や。ちょっと俺も決勝で頑張るわ。第1位、第1位は、電光掲示板にちゃんと映像が映る、ですね。これはね、あの、何かと言いますと、決勝の入場の時ですね。決勝の入場の時に、あっこの電光掲示板に、あの、決勝に出る人が、ダーンって映るんですよ。あれ超かっこいいでしょ。だからね、あれがあるとね、非常にテンションが上がりますね。 もう、特に、あの、全国大会とか、大会とかで、1位で泳いでる人、1位通過の人は、その、泳いでる映像が、そのままライブでこう映っていくんですよ。電光掲示板に映るんですよ。あれマジでかっこいいですよね。もうだからね、決勝の表彰とか、表彰とかでもあっこに、優勝の人が、バーンって映ると、めちゃくちゃかっこいいんで、やっぱね、電光掲示板に映像が映る大きいプールっていうのはね、 非常にテンションが上がりますね。ああいうプールはもっと増えてほしいなと思いますね。はい、以上が水泳部がテンションが上がる試合会場でした。水泳部はね、やっぱりその試合会場、プールってね、結構よしあしがまあまああるんで、まあそのプールのね、なんか高速プールとかそういうの以外にもね、僕が今日言ったみたいなテンションが上がるような要因が何個かあるんですよ。 なので他にも何かテンションが上がる試合会場あれば教えてください。今回は以上です。した